こんにちは、ノムです。パワープルプリやっていきます。今回は、ミラクルマス理論ですね。皆さんにお届けしたいと思います。よろしくお願いします。ということでですね、皆さん、パークへの新たな立ち回り、ミラクルマスを使った動きというのが最近流行っているようです。で、ツイッターのトリトンさんという方が提唱されているみたいで、僕の方もちょっとやらせていただいていいですかってことで、今回やらせていただくことになっています。で、ミラクルマスを3つ入れて、かつ、このヘルメットをですね、入れることで、まあ、大体レベルが99まで積むことができます。今、レベル96まで積めてますね。プラス、まあ、筋トレをつけるために特納という感じの積み方をして、あとは、呪具関係積んで、板取りと釘先の呪術をメインで使って、どんどんミラクルマスとマイナスマスをマスカウトマスに変えたりとかして、うまく立ち回っていくという感じの動きになります。で、さっきやってきまして、結構面白い感じになったので、皆さんにお届けできるかなという感じです。で、まあ、この理論に関しては、まあ、割と運要素強めだなというふうに感じました。まあ、僕の方でやって、ね。というのも、まあ、このミラクルマスを踏んで、こう、弾きたいやつが弾けない時には無駄になる時もあります。なので、その辺は、まあ、いつものこう、打撃踏んだり、あとは、投球踏んだりとかね、いうのよりは、ちょっとコントロールが効きにくいところはあるかもしれないんですけど、まあ、参考にしていただけるところはたくさんあるかなっていうふうに思うので、ぜひぜひ、見ていっていただければいいかなというふうに思います。それでは、どうぞ。はい、ということで、ミラクル理論やってみましょう。で、まずは、スカウトで人をね、ガンガン集めてから、ミラクルマス踏まないと、まあ、意味がほとんどなくなってしまうので、まあ、それをやっていきたいと思います。板取りからかな。まあ、誰からどう踏むっていうのは、まあ、板取り釘先からでいいと思うんですけど、ちょっとここ、金徳の数があまりよろしくないので、五条先生の方に行きましょうかね。狂気で持ってるよな、多分。あ、意外と持ってないのか。まあいいでしょう。で、こちらでも人を回収していきます。おうち人数。もう一回こっち行って。わー、なんかもう一つ金徳もらえればかなりうまいんですけど。まあでもこれ強いからいいか。降格砲もらえますか。三銃士とあれだったかな。で、ここ空欄踏みますが、知力と、あとは回復。で、総合練習も踏んで、入れ替えかなこれ。入れ替えで呼び寄せたいですけどね。あの、一番遠くにあるスカウトマス。呼び寄せられるかな、呼び寄せられるか全く不明なんだけど。呼び寄せられたらいいですねって感じ。とりあえずスカウティングは結構うまくいっているので、このまま進んでいただけると助かるなって感じですね。スカウトマス作るかも、自分で一個こっち行く。いいね、1423。まあ先取っちゃいますか、はい、で上げてく。で踏んでから術式反転しようかな。はい、頼む、人をください。ミスゼロ、形勢かな、縛り。いやー来ない、まあしょうがないけど。で術式反転使います。総合連射はもうマジで、あの、呪力をもらうために踏むみたいな感じに考えているので、そんなにこう、能力が上がらないからっていうのは気にしなくてもいいかなっていうのと、これでミラクル使おうかな。それかもう一回ぐらい。まあ、呪力足りてるか。まあ、もうちょっと呪力欲しいかな。うん、もうちょっと欲しいのと、これある程度回収。いやー、どうすっかな。まあ、いっか、これで。これでいくか。これでいきます。で、まあ、こんな感じで、マイナスもいっぱい作れました。で、マイナス踏むと結構呪力入ってくるので、まあ、ガンガン踏んでいきます。お、ラッキー、まあ、こんな感じで呪力一気に高まるので結構でかい
要素かなっていうふうには思います、ね、でどうしよっかな、こうこの辺から難しいですね。まあその結局この8マスで移動ぐるぐるを使うかどうかっていうのもまあ重要にはなってきますよ、ね、まあこれはとりあえずマイナスイベント、いやもう一回ぐらい踏んどっかな。でスカウトマスにするか、まあスカウトマスにもう全部してしまって一気に勧誘を終わらせるかっていう、まあこの二択ですけど、使っちゃうか、一気に終わらせましょう。人、とにかく人、この1ターンで全て終わらせる、全て終わらせる、全て終わらせていく感じで、あとさすがにこんだけあれば行くんじゃないかなと思いますけど、ね、でまあスカウトをしてからやはり、踏みたいんでね、もろもろそれでいいか、でもう一丁踏む、あともう少し人数的には、まあ人数というか枚数的にはまあ十分ですね。むしろここの下のやつは踏まなくてもいける可能性があります。あでも踏んどくべきかな、どうしようかな、この下ちょっと悩ましいですね。一応あと3つあるんで、まあいいか、無理して踏まなくて、ターンいける？ターンいける？ターンだいぶ怪しいけど、急速アップ、ガッと上がるんでね、これで。で、ピッチャーから揃えちゃうかな。二刀流マイブレ、リリースアイランガー。よし。これでピッチャーは全員揃ったので、まあ特能マスとか踏めるといいかなって感じですけど、1,2,3,4,5,6 ギリギリ大丈夫。ガッと回収していきます。僕のいらん、いやいるんかな、ちょっとわかんないな。パワー、まあ、これで基礎値一気に13とかね伸びたりするので、全体的にまあ結構大きいかなという感じです。ターンが、お経験値ありがとう、経験値マジでガツンと入るんだね、レベルが90いくつあると。これをどれくらい引けるかも重要になってくるかなという感じです。すでに S3 までは登れました。うん。で、まあ、スカウト1回して、回収全員できればいいけど。流し打ち。全員いけるかな？これで、拾わしてもらえるとだいぶ助かるんですが、どうでしょうかね。奮闘と入魂。大丈夫。よし、全員これで回収できました。これはだいぶ大きいですね。セカンドあるね。はい、よし、いいんじゃない、これでほぼというか全員回収できたので、まあペース的にもかなり早いんじゃないかなというふうには思います。すでに、チームランクも S5 まで伸びてますね。でここ必勝と。で、危機呪力の回収も、まあ、うまくやれたので、あとはまあ、ちょっと瞬間移動とかも使いながら、うまいことやっていけたらいいかなっていう感じですね。ちょっと広いステージに出たいですね、できれば。そうしないとなかなか。お、いいね。いやー、ちょ、いらん、守るわ。お、ミラクルマス。もうほぼ最大なんだが。はい。で、ここで、まあ、まず、サクッと。これでいいよ。はい、サクッと使います。ミナクルマス作りまくりましょう。お、結構できましたね。結構できたのありがたい。僕の、ターンきついので、ここまで行って、経験値ありがてえ。ここまで行って、わー、足らんのかい。足らんのかい。どうしようかな。そしたら、ここでぐるぐるするか。ここでぐるぐるしましょうか。ちょっと一マス踏めなさそうですが、経験値終わった。で、しっかりと、貼らせていただきまして。まあ、マイナスも踏んでく感じでいいでしょう。上から回ればいいかな。
まあ多分ターンは余裕あるんで、そんなに気にしなくてもいいと思いますけど。で、経験値がもう終わったんか、これ全部だ。あとはどれだけこのミラクルを踏んでいけるか次第ですが。結構うまいことをやって、この中のエリアで回収したいですね。いろいろとターンを消費しないように。そんなことできるのかどうかわからないけど。まあまあ、しょうがない。で、入れ替えを。まあ、ちょっと近場に寄ってきてくれればありがたいですが。寄ってきてない。したら、もうここは、あっさり行きましょうか。で、ここでターン使ったから、あれなんだが。どうしよっかな。危機磁力1ターンちょっと無駄にしましたね。体力強化、肉体強化まだできたんで、ちょっともったいなかった。はい、行きましょう。S8 か。まあまあ伸びてはいるが、どうなんでしょうね。どうなんでしょうね。ちょっと僕自身もわからないことが多いので。OK。はい、が出ました。OK ですね。さあ、次、行きましょう。マイナスもっと積極的に踏んだ方がいいかな。いらねえ。どっちもいらねえ。結構この辺のアイテムが無駄になるかなっていうのがもったいないかな。これターン回復できそうなんで、ターン回復したいですね。周回路を使いましょう。で、サクッと、ここだけは回収しておきます。2か。もうちょい欲しかった。上でもいいし、下でもいいな。正直、まあでもこれも上でいいか。弱え。特能も取りたいっすね。これ71。呪力も取れるし、いいか。ここはまあ普通に行きましょう。残念ながら金徳はもらえます。金徳もらえんとね、なかなか厳しいので、この辺は。で、しっかりとここは回収させていただいて、呪力も OK です。で、打ちましょう。ミラクルください。すごいマイナス来た。的はデフォーム崩れました。下がるからな。上がるだけじゃなくて下がるからな。ちょっとこの辺が、まあ、バランスとしてどうなんだろうな、みたいな。ちょ、やめてうわ、危ねえ。行くところは大丈夫だった。行くところは大丈夫でした。これ、試合マス踏みたいよな。で、残り5ターン。あ、いいのか。これは、ミラクル踏めばいいか。特殊能力発動。SS まではまあ半分で乗る感じかな。で、呪力ある程度残ってますけど、ここでぐるぐるするとこもないので、まあ、もうここは抜けちゃいましょう。うん。こういう狭いステージでぐるぐるできないところだとなかなか厳しいかもしれないですね。まあ、ぐるぐる前提なところがあるんで。OK。ナイスー。よし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 。はい、ということで次行きますか。とりあえず SS にはお金がありますね。そしてかなり広いステージ掘れたので、これはまあ結構ありがたいかな。どういう感じで回りますかね。特納拾っときたいけどな、一応特納ちょっと拾いたい感ありますけどね。これはもう行っちゃいます。すげえ、マイナス。めちゃくちゃマイナス。ちょっとマイナス多すぎますね。ミラクルマースがそんなに踏めないかな。お互いに傷を負ったようだ。そんな激しい喧嘩する？結局これ、くるくるができない可能性あるので、
スばっかりだもんな。結局くるくるできないとあんまり意味もなくなってしまうのが難しいところですね。で、どうしよっかな。スカウトマス、イベントをマイナスをプラスにする感じの方がいいかな。それでまあくるくるする感じですかね。まあおそらくそうかなっていうところと、はあ、なかなか難しいな。とりあえずミラクルマス踏みるだけ踏みましょう。旗アップして SS 乗りました。 PG 乗るかな。これコントロール上がりました。でここでくるくるするよりは向こうでした方がいいのかなとは思うんですけど、なのでちょっとこれは、瞬間移動を使わせていただいて、ミラクル踏む。僕のいらねー。でマイナスイベントはもうさすがに踏まなくていいかなっていう感じはありますけどね。でこれでくるっとしていきます。呼び込めるかな。不当で呼び込みたい。ミラクル2つ呼び込めましたね。これはなかなかありがたい。反転使いてえけどな。近距離ノックでマイナスになりました。 SS1 には乗るかな。ここではい、僕のもやはり金徳関連まだなのでその辺が気になるかな。反転さして特能だな。術式反転使います。で、上行く。これマジで踏む意味ね。で、特能にチェンジ。1,2,3,4,5。肉体強化使ってますね。はい。いやー、金徳来ねー。ちょっと金徳来ないとマジ無理ですね。金徳お願いします。いやははは、金が出ない。青徳はそれなりに数は増えてきたんですけど、金来ねー。マジでこんなに踏んで金徳来ないの。これはいかんな。おーい、おーい、もうあげられるもんないよ。これは困りました。で、もう踏むとこそんなにないのであれなんですけども、行きますか。いやー、これはちょっと困りましたね。もうちょっと伸ばしたかったな。ここで多分金徳ほぼほぼ踏んでないので伸びしろ的には6000ぐらいはあると思うんですよね。多分3000くらいで野手投手。金の袋が取れたのはありがたい。うん、いらね。全然いらね。全然いらないの来ました。で、ごまっす。反転したいね。反転はしたいですね、これ。はい。反転して体力回復結構拾えるので、それはやっておきたい。術式反転、はい。ちょっと呪力なくなってきてるんで、それも気になるかな。2ターン。もうちょいくれ。で、ミラクル。いや、ミラクルでもいいんだけどさ。移動してからがいいな。移動するとちょっともったいないことになる。これはもう、いっちゃいましょう。
まあまあミラクルしてますね。はい、知力はまあここで高められるって。特能いらねえ、特能誰も来ねえ。そんなバカな。経験値ゲット、経験値もゼロですね。いやー、こういうことがあるのか。結構この辺は難しいな。コントロールが自分で効かないので、スタミナアップ、まあこういうのはね一気に高められるんでありがたいですけど、経験値と特能がわーい、もうゼロなんでね、そこがまあ若干どころかめちゃくちゃ難しいです。ミラクルは下に集まった、これはまあ取ってきた方がいいな。まあまあまあ、まあ、お、ラッキー、逆に、いい方向に行きましたね。肩アップ、そっちこれに依存するからな、だいぶ難しさありますね。スタミナ上がる、反転させようか。知力もうちょっと入れた方がいいかな。うん、結構まあ知力使うので、まあ、使う感じの構成になってるね、これ。守備力ナイス。SS4 まで来ましたね。まあ意外と伸びてるかな。反転さそう。反転できねえのか。ターン回復する。で、マイナス踏んで、近距離ノックで下がりました。ミラクルマス踏みます。経験値いらねー。この2マスを踏むかどうかが難しいですね。いや、ミラクル呼び込め。まあ、はてだバフがなくて済んだって感じかな。いや、SS4 か。ちょっとフィジーまで遠いですね。まだ、まあ、特能次第だとは思いますけど、そこがなかなか。てか、まあ、モブの能力めっちゃ高まってます。そういうメリットはあるんだなって感じだな。モブの能力はクソほど高い。はい、OK ですね。勝てました。さあ、次行きましょう。ミラクル理論すごいな、これ。うまくいけば相当ミラクル来るけど、そうじゃない場合はなかなか難しさもありますね。特能欲しいな。特殊能力めちゃくちゃ欲しいけど、ひとまずこれをまず使います。で、一気にミラクル増えました。こういくか。センターの方に寄りたいですね。いらねえ。いらねえ。守備力アップ。11。晴れねえ。うん、特能いらないです。買ってからでいいかな。それかまあ不当遊戯かな。お、いいね。ミラクルマスはただすんごい向こうですね。ひとまずこれ踏んじゃいます。経験値、おお入ってる。あと特能そろそろマジで拾いたい感じはありますね。どういう感じで回そうかな。瞬間移動します。いや、あのミラクル踏んどってもよかったか。まあいいか。まあ下に降りるしかないですもんね、もはや。いやー、いらん。経験値いらん。ちょっとこの辺の運要素はだいぶ、まあ、難しいポイントではありますね。めちゃくちゃ高まるんだけどね、これが。術式反転使おう。
で、プラス、まあ、まあ、下でいいかな、これ。ここでいいか。ここで回りましょうか。ここで回るのか、まあ、隣で回るのかって感じですけど。総合練習を特務マスに切り替えます。で、やはりここで回ろう。まあ、回りやすいところで、普通に。まあ、どやいやね天才になった。ベビーシマ。肩だけ上がったからね。で、しっかりとぐるぐる回れるやつにして、ミラクル踏みます。いらねー。あとはマジで、不当遊戯次第。これで徳の近くに呼び寄せつつ、うまいことやれるかどうか。うわぁ。鬼。鬼じゃないこれ。さすがにひでえな。お、やったぜ。ターン回復はありがたい。ミラクル起きろ。パワーナイス。マジピンポイントで当てないといけないから結構。おーい金徳全然来ないんだが。え、金徳入ってないよね。入ってないよね。やっぱ3800とかいたもんな、これで。金徳がうまく入りゃいくらでもいけそう感はあるが。はい、さあ引き寄せて徳の1位。まあ結構何遍でも、おーいマジで勘弁してくれ。不当遊戯しまく。よしよしよし、これはまあまあなかなかいい呼び寄せですね。はあ、なぜなんだ。よし。来た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 。3620。よし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 、上がってきた上がってきた。PG いけそうですね、なんとか。なんとかいけそうだな。よし、まだ残っている。あと1回しか使えんけど。よしよしよし、いいね。はずれ。はずれ。はずれでした。いやー、金が来ないなー。金が来ないと正直話なんだよ。使用回数がなくなりました。じゃあもう上に登ってってでいいですね、これは。お、ミート。いいね。なんとか PG はいけそうじゃない？はぁ、金が来ねえ。金が。金徳来ねえと話なんだよな。よし、ターン、1ターン。さあ、なんかいいの。急速、ただ2人じゃ意味ねえな。金徳、お、まあ、ないよりはマシ。とはこのミラクルでミラクル起こせるかどうかだな。急速連頼む。上がれ、なんか上がれ。はっ、おー、コントロール、お、このスレスレやな。スレスレやな、お前。スレスレやな。スレスレやな。スレスレやな。守備練習。いやー、ちょっと惜しかったな、BG。はい、ということでですね。SS9 ですね。まあ。ただ、この理論に関してはやっぱり結構こう、運要素強めだなという感じはしますね。まあ、ちょっと今回はね、スカウト自体も人数2人しか、まあ来れなかったっていうのもあるので、まあちょっと難しかったかなっていうのもありますけど、まあ、面白いですよね。うまくバチバチハマれば、まあいい形にはなるんじゃないのかなっていうふうに思います。まあ、最大値は高そうかなって感じの印象です。やっぱり、スカウトでね、結構積み込めるんで、まあそういうところをうまく活かせれば、いい形にはできるのかなっていうところでした。はい、ぜひ皆さんの参考になれば、嬉しいです。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントでもいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。